黒川貨兵は、江戸時代末期の武士、忌み川正隆。貨幣六年浦賀奉行組頭として黒船来航に、対処したのを皮切りに、翌貨幣七年の再来航に際しても、交渉事務を担当し、下田奉行組頭も歴任する。しかし、安政五年より始まった、安政の大国によって免職させられ、錆替えとなった。文久三年一橋家に、 用人見習いとして取り立てられ、翌文九四年には、万刀県用人となり、以後は、一橋江川用人、平岡円司郎らと共に、徳川義信の,の政治活動を補佐した。慶応二年に一旦失脚して、一橋家を致死したが、慶応四年再び義信に仕え、賭場、伏見の戦いに敗れて謹慎する義信の、除名嘆願のために上落し、同年二月には、 目付となった。晩年は、京都で過ごした。下田奉行の頃、黒船に乗り込んで密航を企てた吉田松員を尋問したことでも知られる。楓7年、マシューペリーの配下の写真家エリファレット、ブラウンジュニアによって撮影された黒川の銀番写真は、外国人が日本国内で日本人を撮影した現存最古の写真の一枚として、2006年に、 重要文化財に指定された。徳川歴代将軍辞典 P816、朝日日本歴史人物辞典日本国内で撮影された現存最古の写真の一つ、黒川河平像朝日新聞国宝、重要文化財の新指定及び登録有形文化財の登録について、文化庁、ありがとうございます。